挨拶するシーンとかもあるでしょ。なんじゃないのって思ったりもします。半島が北朝鮮全部になってしまうと思う。韓国がなくなってしまって、なんていうイルベ、なんかそういうところで見たことがあって、そういう方と現に今フェイスブックで韓国人と友達になってます。일본극우는한국의극우사이트일베와서로소통을했고그리고남북평화모드를극도로혐오했었죠이한국통일이일본에게큰해가되기때문이다이런이해하기어려운이유를댔었는데가짜대통령문재인아웃その左翼勢力がこの文在寅大統領を誕生させました。文在寅、文在寅、いや、文の罪人。우리나라극우네티즌들이이문재인대통령을비하할때쓰는말이죠어떻게저런일본할머니까지알고있을만큼일본으로건너갔을까요대한민국의박근혜대통령이チェイスンシルのタブレット PC というそのまだはっきりと検証されてないと言っても構わないような証拠物を持って弾劾されたことに対してびっくりした思いと。ね、이분은서울의태극기집회까지참여하셨었네요。よく見てみれば韓国であったろうそくデモの中に。私も見学に来ましたけれども、日本から遠征に行かれていた方々もたくさんお見受けいたしました。ねえ、이건뭐한국태극기집회가일본으로그대로옮겨간것같죠。이성조기를흔들고있는것도다똑같고요。태극기集会があるということを伺って、あ、まだ日本のその今の安倍政権のこの状態と、まあ、その共に手を取り合っていただけるのかなと思って応援させていただいてます。친북그리고친중그리고반미반일정책을규탄하면서지금문재인정부가끌고가는지금정책이너무나적화일변으로가고있는그것을직감을하기때문에2년전부터이렇게집회에동참하고있습니다。일본도쿄에이한국인과일본인이함께하는태극기집회가또있네요。きちっと対応できるような体制作りをこれからしていけば。いや、이건뭐한국어와일본어의동시통역까지있는큰행사네요。そういう信念のもとでやっていきたいと思います。目指すことは문재인政権を早くなくす、打倒することだけではなくて、我々は日本の友人、アメリカ、こういう3カ国の連帯も強化しながら、이주사파세력과어떻게싸울것인가지금연구하고노력하고있습니다。한국군은自由民主主義を守ろう。제2의대한민국의도약을만드신박정희대통령。전국좌파빨갱이세력들아닙니까。フロムジャパン文在寅アウト。박정희만세。人権守れ。あ、やっぱりそういうあのパルゲンは嫌いだとダメだと、パクチョンヒが正しいと。いう人たちは韓国に、あ、やっぱりやっぱりやっぱりこんなにいるってことをね、確認できて嬉しかったです。한반도의안보경제불황을샀지않습니까。문재인이가고자하는길은한반도를민중민주주의사회주의공산주의로끌고가는거아닙니까여러분。문재인대통령は根っからの共産主義者ですよ。そして北朝鮮を祖国と考え、ね、韓国の国民のことを考えてませんよ。だから経済が破綻しようが、それは構わないわけですよ。いや、이거진짜신기할정도로한국과일본의우익이
똑같은 이야기를 하고 있습니다. 정말 신기한데.